これから僕はやらなきゃいけない大きな仕事になると思うんですがね、やはり投手を前面に出して先頭集団にして相手を圧倒的にね、その力でなぎ倒していくようなね、まあ、そういうチームにこれからするわけですから、もっぱら乗ってます。打たないと面白くないですよ、野球ってのは、しなくても今日なんか楽に勝たなきゃいけないし、まだまだチームは非常に若い幼いチームですけど、だんだんこれがたくましくなって強くなりますよ、はい、熱血監督、ちなみに制裁金は3万円ということでございました。